京都水面は第8レース予選競争マルポで号進入固定を迎えております。1号艇森明光、2号艇下田哲也、3号艇浜田和弘、4号艇富成健二、5号艇向田直也、6号艇塚本泰次郎、この6選手による争いとなります。絶好枠人気を集めたのは1号艇森明光。さあまずはスタート、どのあたりまで踏み込んでいけるか注目。そして2コースには地元下田哲也が構えていきます。逃げて刺してのワンツーなるか、人気集中の一戦であります。スタート展示、この両者のみがターンマーク横あたりから起こしておりましたが、どうやら本番レースもそういった形となりそう。角の位置となりますのは3コース3号艇の浜田和弘、これに4号艇富成健二、5号艇向田直也、6号艇塚本泰次郎と続きます。2対4の形に分かれました。依然として非常に穏やかな水面状況。シリーズ初日の丸亀第8レース予選競争マルポで号進入固定、まもなくスタートとなります。スタートしました。インからトップスタート、踏み込んだ1号艇の森明光が押し切る体勢、2コースはやや放ったか、下がっていきました。つけ回っていくのは3号艇の浜田和弘、2番差しからは4号艇バック直線コース、スタートではやや放りました2号艇の下田でありますが、2コースから差し込んでの先頭、そして2番手は1号艇4号艇の接戦でありますが、アウトコース判定心先行は1号艇の森、しかし後席のうちに切り込んでいる 2番手は4号艇の富成健二、先に回っていく、溜めて差し込んでいくのは1号艇の森明光、2番手争い接戦となっておりますが、内を差し込んでなんとかへさきをかけてきた1号艇森、しかし直線に入っては完全に伸び返した4号艇の富成健二が、ここは2番手優勢か、1号艇森先に回るが、これは流れるか、差し込んでいく4号艇の富成健二がもう一度内側から、4号艇富成ここは2番手をキープか、上位の3艇2番4番1番で2周2マークの旋回に向かいます。スタートは正常であります。インコース1号艇の森明光はコンマ02踏み込んでおりました。2コースから2号艇の下田哲也はスリットの手前ややアジャスト気味下がっていったんですが、しかし1周の1マークは見事に差し込んでの先頭、そして2番手争いガリガリとやり合っているが、やはり直線は伸びる4号艇の富成健二、3周の1マークを2番手で先前差し込んでいく1号艇の森明光でありますがどうか、2番手争いはまだついている、インコース1号艇の森でありますが、アウトを伸びるのは4号艇の富成健二、へさきをかけようとするが、それでもアウトコースで余裕があるのは4号艇の富成、1号艇森を回してのサッシュハンドルでいく、やや振り込み気味、ここはしぶきが上がった1号艇森でありますが、へさきを入れる4号艇、先頭2番下田ゴーリン、2着は伸び勝った4番富成優勢でゴーリン、3着1番森ゴーリン、6番3番ゴーリン、ラストで5番向田ゴーリンです。第8レースの確定を指示いたします。1着2番、2着4番、3着1番、以上でございました。